はい、審査マニア TV をご覧の皆さん、こんにちは、しんです。今日買ってきた品物はこちらでございます。じゃん、アルパカという赤ワインでございます。月刊誌一個人2013年11月号掲載企画の1500円以下の、赤白極馬ワイングランプリで、3位ということになったみたいですね。サンタヘレナのアルパカカベルネメルローでございます。まあ、実際600円、税込み600円弱でございました。で、本当はですね、ハーマさんが紹介していたリトルペンギンの赤ワインが欲しかったんですけれども、イオンに売っていなくてですね、まあ、あの白ワインのリトルペンギンはあったんですけれども、妻のお父さんは赤ワインが好きなので、今回はこのアルパカのワインを買ってみました。で、これはチリ産のカベルネソーヴィニヨンのメルローのタイプなんですが、ミディアムボディでございますね。これを持って妻の実家でお食事をしていきたいと思います。まあ、このワインに合うかどうかはちょっとわからないんですけれども、とりあえずこれを持っていきたいと思います。ワインもらっちゃった。なんか YouTube やってる人でなんかおすすめのワインがあるって言って、それを探したんですけどなかったん で、うん、でせっかく探しに行ったんで、なんかおい、なんか分からないんですけど美味しいのかなと思って。やこれねアルパカなんだよ、アルパカに書いてある。アルパカってどこだっけ、ほら南米じゃない、南米だよ。これはチリですね。チリ、これチリ。そうだね、飲んでいくらぐらいのかを当てていただきたいな。非常にあのチリらしいワインですね。あ、チリらしいワインというのね、いいとこ悪いけどなってね、いわゆるあの甘辛という辛いやつなんですよ。辛い、それであんまりね、あのフランスワインの辛さの時はね、あのなんていうのかな、 ある意味で柔らかいんだけど硬くて、これは硬くて硬いんだけどね、どのくらいか当てろってのね。いや、どういう感じのワインかなと思って。僕が言うとね、1000円ちょっとかな。1000円ちょっと。いや、もうとっても安いです。いくらね。600円です。あー、安いね。これ600円で安い。チリ産ワインとかは安いけどいいものあるんですね。うん、僕これ1000円と思ってた。ミディアム。だから1000円と600円の違いって本当にわからないですよね。例えば 4,5,000円のワインとはやっぱり違うかもしれないんですけど、これぐらいだと。わかんない。1000円ぐらいかな。あの地理的なワイン、地理のワインとかね、チャンネル登録は下の登録ボタンから簡単に行えます。ぜひチャンネル登録お願いします。イノさん、ありがとうございます。今後ともよろしくお願いいたします。皆さん、チャンネル登録をよろしくお願いいたします。チャンネル登録お願いします。